皆さんこんにちは、ミカです。本日は蒲田駅周辺でおすすめのカフェを紹介していきたいと思います。まずは蒲田駅直結の東急プラザ蒲田4階にある喫茶店百名店にも選出されたこちらのシビタスです。ここは昭和43年から変わらない味のホットケーキが有名な老舗です。今は亡き名店の万層のホットケーキの味を受け継いでいるので、その味を楽しむことができるそうです。新鮮な卵とか上質な小麦粉やバターを使用して銅板で焼き上げるそうなので、そのホットケーキを私も注文してみました。スタンダードホットケーキにすればよかったんですが、チョコレートフルーツケーキが気になってしまい、それを注文してしまいました。まずはこちらがシビタスブレンドになります。そしてこちらがチョコレートフルーツホットケーキになります。別のお皿にフルーツなどが来ましたが、このホットケーキの部分は多分同じだと思います。実はこのお店には何回か来ようとしたんですけど、結構並んだりしてて、時間帯をずらしてやっとこの時は入れました。なんかうまく言えないんですけど、懐かしい感じの高級な感じの美味しいっていう感じで、途中でかけてみたシロップも自家製のシロップだそうです。すごく美味しかったです。続いては蒲田駅の西口側にあるカフェを紹介していきます。西口側に出てすぐ目の前にあるんですが、このカフェはホテルあまねくを紹介した回でもたまたま直感で入ってみたらよかったお店として紹介してるんですけど、後からネットで見たら人気店として載っていました。なのでなおさら今回もおすすめとして紹介したいと思います。こちらは銀座ランズの蒲田駅前店です。こちらも蒲田では老舗のコーヒー店となっています。ちなみに銀座ランズの銀座店は開店50周年を迎えたそうです。ここでのコーヒーは注文ごとに一杯一杯丁寧にサイフォンで入れているそうです。この時は混む前に来たので結構静かでゆっくりできました。銀座ランズといえばアイスコーヒーみたいなんですが、この時は11月で寒かったのでホットコーヒーとサンドイッチを注文しました。私はこの日はモーニングとして食べたんですが、前回来た時に美味しかったのでもう一度来店してみました。続いてご紹介したいお店は蒲田駅の東口から徒歩5分のところにあるこちらのカフェチェリーです。こちらは昭和29年創業ということで、こちらも老舗の喫茶店になります。入ってみると中はこんな感じで、昭和の純喫茶と言われるだけあって、とても雰囲気のある喫茶店でした。ちょっとここからはおまけなんですが、駅に着いてすぐにカフェに入りたかったり、甘いものが食べたかったり、あとどこも混んでて入れなかったりした時は、ここもケーキが美味しくてゆっくりできたのでおすすめです。また駅に着いてすぐにフルーツジュースが飲みたいときはここもおすすめです。私はよくフルーツジュースを結構頻繁に飲むので、ここがあってだいぶ助かりました。この日も朝一に
フルーツを体に入れたくて飲みました。今回はシャインマスカットとリンゴのフルーツジュースを注文してみました。せっかくなんで外で飲もうと思って、このまま蒲田を散策しに出かけました。それから蒲田を散策していて偶然見つけたんですけど、このエリアが天気がいい時にジュースとかコーヒーを飲むのにすごくいいなと思って、日向ぼっこをしつつ、あとはちょうど紅葉の時期だったので紅葉を見ながらジュースを飲んだりコーヒーを飲んだりするのにいいなと思って、この場所で日向ぼっこしながらちょっとゆっくりしてみました。意外と天気がいい時はここでゆっくりするのもおすすめなので、おまけとして紹介させていただきました。あとは日向ぼっこしながらコーヒーを飲んだり考え事したり勉強するのにすごくいいスペースを偶然なんですけど見つけてしまったので、皆さんにもう一つシェアしたいと思います。きっかけはリモートとか勉強室みたいな感じの探していた時に、この東急の7階にあったんですけど、そのまま階段に登ってみたら屋上につながっていて、ここは子供とかを連れて遊びに来るスペースだと思うんですけど、意外とここでお昼ご飯食べたりコーヒーを飲んでる人とか、あと普通にここで勉強したりしてる人もいたので、私もこの日は少し天気がいいタイミングに来てコーヒーを飲みながら勉強したり今後のことを考えたりしていました。ということで、意外とここも穴場というか、ゆっくり一人で考えたりコーヒーを飲むのにすごくおすすめの場所でした。ということで、本日は蒲田のおすすめのカフェを特に3点紹介したんですが、その他にも散策しているうちにいろいろいいとこがあったので、ちょっとおまけも少し長めになってしまったんですが、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。